皆さんこんばんは。麺です。はい。まああれですね、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、はい、この間はい、行ってきました。トップバリュー多いよな、これな。あの、600グラム、200いくらしたっけな、250円ぐらいしたっけな、まあ、安いんですよ、そもそもがね。で、6束入ってるから、まあ、コシのある細めの麺で喉越しをよく仕上げました。はい。いや、でもさ、そこまで、なんか、割とさ、まあ、ダメなやつはもちろんダメなのあるけど、言うほどなのっていうところは、正直、なんか、疑問はあるじゃないですか。なので、まあ、試さないと分かんないなっていうところで、一応買ってきました。で、ついでに、トップバリューのビーフカレー中辛も買ってきました。これも、これもあれらしいっていうのを聞いて、もうどうせならねって、どうせなら、これも、なんか試してみようと思って。まあ、いや、普通にそうめん食べるし、カレーもあの、お米買ってあるからさ、あの、お米温めて食べるんだけど、これ、製造元？販売はイオンだよね。製造元ってこれ書いてなくない？ああ、一応製造元はありますね。香川県のやつ。どことは一応言わないわねんけど、なんたら食品株式会社、まあ国産です、国産です、香川県ですね。だからまあ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 って感じ。トップバリューはやっぱ当たり外れがあってのは聞きますね。どうなんだろうね、原材料的にはさ、まあ、小麦粉と食塩のみですよ。あの、そうめん。そうめん？そうめんの原材料、小麦粉と、なんだ？塩だけ？他のイボの糸とか。どうなんだろうね。あんまそこ考えたことなかったの、そういえば。そうめんって。まあ、カレー、な、最悪、まあこのトップバリューのビーフカレーがどこまでのものか、まあただ言ってしまえば、こういうレトルトカレーの安いやつって正直美味しくはないじゃん。あのそのまま食べて美味しいかって言われると美味しくはないんですよ。だからトップバリュー関係ないと思うんですね、これは。そう、黄色ロゴのトップバリューがやばいって聞いたことがある。どっちも黄色いんだけど。どっちも黄色いですね。ああ、そうって感じだね。どちらにする？今ちょっとお湯沸かしてますんで。はい。どうなんだろうね。まあ、ビーフカレーの安いレトルトは、自分でアレンジするの前提だと俺は思っているんで、ボンカレーはそうで、ちょっと高めのレトルトだよ、もう。昔と違うよ。昔は安かったって感じのイメージだったけど、ボンカレーは普通に美味しいから、そう。あれよ、なんだっけ、スキー場とかさ、で食べるカレーってさ、もうなんか、多分業務用のボンカレーよりもっと味的にはそんなに美味しくないはずなんだけど、スキー場で食べるから美味しいってやつ。の感じよね。イメージ的には。スキー場では食わない。あとは、あの、夏の海？まあ、海行かねえからあれだけど、俺は。そう。昔の黄色はひどかったけど、今はそこまでではない。
あーなるほどね。海の家のラーメン、あー海の家、海の家って俺海の家で実は食べたことないんだよな。海の家ってなんとなく焼きそばのイメージあるけど、海の家、小田原の海は、まあ、行こうとは行けんだけどさ、なんかさ、でもさ、子供もいないのにこの年になって小田原の海に夏にさ、赤いおっさんが一人で、まあ それあれだけどさ、つなぎは脱ぐだろうけど、行ってたらね、あれじゃん不審者じゃん、うん、不審者じゃん、うん、だってさすがにね、海水浴場でこの格好では無理だよね、うん、夏のキャラじゃないよね。そうだよね、そうだ、水の中入っちゃえばあれがんないけど、でもうん、ちょっとなかなかね、海の家キャラではないっていうのは間違いないので、お湯っていうか水入れすぎたな。まあでもちょっと多めに入れとかないとあれなんだよな、あの茹でるのが雑になっちゃうから、なんかネバネバ感が強くなっちゃうんで、うん、ちょっと多めのでちゃんとって感じなんですけど、なのでまあ薬味で、まあ、ネギとまあ生姜、まあ普通にね、うん、で、まあそうめんつゆがあるの、これストレートタイプのはずだよね。ああそうだね、ストレートタイプですね。開けてなかった。うん、 IH じゃないよこれ、これ普通に火だよ、火のやつよ。うん、遅刻しちゃう、あの大丈夫です、今あのお湯を沸かしてるんで大丈夫です。で、金縁女神さん、あ、女神さん金縁女神になっちゃった、名前が変わっちゃった。はい、麺です。トップバリューのそうめんを買ってきたので、本当にそんなにまずいのかを確認したいと思います。はい、うん、ジョバンニ今日気圧にやられてるのにこれ食べて大丈夫かもうダメなの、ダメになる可能性が出てきたんだけど、うん、それじゃなくても気圧にやられてるというのに、この最悪そうだね、食べなくてもいいよみたいな、うん、カレーなー、カレー、いや今日はでもそんなにそれ凝ったことはしないので、うん、あ、一応このトップバリューのそうめんの横に置いてあった悪魔の薬味っていうのは買ってみました。これわざと置いてあるんだろうな、なんか天かす、青じそ、ネギ、海苔が入ってるらしいです。うん、もうこれでごまかしてくださいごまかしてねっていう意図がすごく感じられてさ、横に置いてあんのよ。うん、だからあー、これそういうことなのかなと思ってさ、やっぱ買うしかないのかなと思って、うん、そう、一応買ってきましたよ。うん、まあ普通のね、通常のこの生姜とネギはあるからまあいいんだけどさ、まあこれもだから一回普通の状態食べてみて、ちょっと薬味使ってみてみたいな、うん、序盤的にご飯の容量的にはどんな感じ、今胃は普通ぐらい、そうめんを何グラム茹でるからね今600あるんですけど、600は絶対茹でないけど、まあ100にしとく、2人、あ、危ないことを考えて無理しない？それとも200いく？あれだって100？ 200いくんだ。まあ味変のやつはいろいろ用意してあるんだけど、沸騰しました。うわ、200いくか、これ食べなきゃいけないから大変なんで。なんかさ、 100g の束がさ、でかくない？まあ他と比べるとあれなんかじゃないけど、ちょっとでかい気がする。だから、ん？やっぱイボの糸って細いんだな、そう考えるとな、うん、なんかでかくないか、うん、で、ちなみにあの前ね、なんだっけ、ツイッターでね、山田がなんかこう、そばとかこのそうめんとかをこの、何？この縛ってあるやつ
がなんかうまくなんか取れなくてなんかうまく入れらんないみたいなこと言ってたんだけどさ、そうじゃねえっつってこれちょっと抜くんで抜いてこうするだけなんだっていうのを山田は知らなかったんですね。だからそれを教えてあげたかったの。そうちょっと抜くと全部スッと降りるっていう、これそばでもそうなんですけど、うん、これ知らないんですよ割と、うん、そう少し抜けばそれだけでいいっていうね、うん、あのだから切らなくていいんですよ。あやっぱ普通知らないか、知らない人もやっぱいるんだな。これはこういうものなんですよ。そうそう、でもまあ料理する人じゃないとなかなか分かんないけどね、うん、そうこれでまあ2分ぐらいだけど、そうめんはそんなに茹でない方がよくて、余熱でみたいな、ちょ1分ぐらいやったらもう余熱でいいよみたいなとこちょっとありますね、はい、うん、今んとこはアゼルさんがアゼルさんがそうめんうまそうだなって言ってるアゼルさん騙されてるよそれ、うん、危ない危ない。これちなみに吹きこぼししない用のやつをちょっと買ってきてないんであれなんですけど、木のまあヘラもそうなんだけど、木のこういうなんつトングじゃないんだけど、あべべべべをここにこうやってかけておくと、上がってきたその泡がこれに触れて、あの温度が下がるんですよ。そう、それで吹きこぼれないっていうのがあるんで、まぁ、ちょっとこれだと今あの大きさがちょっとあれなんだけど、そう、うん、要するにそう温度が上がりすぎてそうなってるってやつなので、まぁ、刺身でもいいんだけど、でこれもあれですね、麺をあの吹きこぼさないライフハックみたいなやつですね。本当はプラスチックじゃなくて木のやつがいいんですけど、うん、 OK、 これでちょっと待ってね、よいしょ、イボの糸でいうと4束分、あれイボの糸ってあれ1束 50g か、あ、だから多いんだ今んとこ見た目普通のそうめんだからね、うん、だから多いんだ。なんかいや100、1束にしては多いなと思ったんだけど、イボの糸でも確かに2束じゃ全然お腹いっぱいになんないから、そういうことか、そういうことね。ああまあまあまあ見た目的には別にね、まあ味はわかんないけどさ、うん、わかんないもんねこれね、うん、これはわからんな、ちょっと取れない、こうなる時がある、これこのトングだとちょっとやりにくい、ちょっとねあの1分ぐらいやってちょっと余熱で、余熱でいいよっていう、なんか取れない、すごい取れない、はいはい、これでまあまずはでもこれなあ行くしかないもんなって感じだよな、とりあえずあの揚げてザル揚げて冷やしてきますんでちょっとお待ちくださいこれはそんなにまずいのかな、さてよいしょ、さあ
ますよ。もうそうめんのお時間です。はい、なのでちょっと順番にもこれよいしょ、これでちょっとじゃあそうめんつゆ入れて、このぐらいストレートだからね。はい、さて、あれ箸、あー九条箸よいしょ。で、ちょっと私は生姜、うん、生姜と、小ネギね、逆だ、適当にネギバーって入れて、はい、これ、ここ生姜ねと、ネギね。いや、今んとこ、ただ、香りっていう意味では、あんまりこう、あれだけどね、うん、ストレートの出汁です、はい、うん、どのぐらい生姜入れるかもう、それぞれ、俺は結構生姜入れちゃう人なんであれなんですけど、ネギいらないの？ネギ入れます。あ、いいのね、大丈夫ね。いやー、怖えな、本当に香りがね、なんか確かに芋の糸を煮た後の冷やしてる時のこの湯気の匂いが、うん、あんましないです。トップバリューのそうめんつゆは買ってきてないですね。はい、これは同時に行きたいな、うん、同時に行きたい。スプーンならスプーンでやればよかったのに、うん、はい、こういうやつね。うわ、おっかねー。じゃあちょっと行きますか。まずちょっと一回取ってもらって、これもじゃあこっちから取る、ね、まずいそうめんってほんと分かる、想像ができないんだけど、いただきます。トップバリューそうめんです。そうめんつゆの味しかしないんだよ。やばさ、うん、あのんそうめん自体の味が存在してないんだよな。うん、だからあんまり、いやでも、うん、そのまま食べても、うん、うん、うん、別に、ん？普通じゃないですか。ね、言われるほどまずくはないね。うん、あ、こないだのそうめん美味しかったけど、実際そのグレードの違いはあれど食べれないっていうものではないですね、はい、全く。うん、そう、普通に安くて食べれるよ。うん、正直煮込んでる時のお湯がちょっとやばい匂いしてたんで。ん？煮込んでる時のお湯の匂い。あ、これ茹でてるね。うん、本当にやばいのかなと思って、全然そんなことないですね。むしろなんつうのかな、そうめんとしての味わいが存在しないのよ。そうですね。うん、だからそういう意味では味付けでどうとでもなる。うん、で多分海外の人が豆腐食ってるみたいなもんじゃない、イメージ的には。うん、豆腐って味ないのに何なのあれみたいな、うん、食感がでも独特ですね。なんか冷や麦に近いのかな。ああ、まあそうですね。うん、ちょっとその太いのよ、やっぱ芋の糸より、はい、うん、だからそれもあって冷や麦に近い。だけど決して食べれないとか
クソまずいわこれみたいなではないですね。うん、違うの買ったとかじゃないですか。もうだってあの時俺ネットで確かめてこれだよ、値段もそうだったもん。で黄色のやつだし、で散々言われたんで買えたとか、あのネットでネットで言われてるから、うん、ちょっと配合変わったみたいな。逆にネットでどういう風に言われてるんですかね。いやもうとにかくまずい、まずい、まずい、うん、どういう客に食べてるんでしょう。いや普通に食べてるっぽいけど、僕前も言いましたけど地元がずっとイボの人だったんで、うん、あれがデフォと考えても普通ですね、うん、特にうん、なんだろう、正直かなりなんか当てが外れた感。逆に、ね、この値段でこれ食べれるとおすすめですけど、ね、だったらそうそう、はい、全然美味しいじゃんっていう。で太くてボリュームもあってっていう。そうそう、一人暮らし大満足じゃないこれって思っちゃうんだけどね、うん、これだったら、うん、確かに食感は気になりますけど、まあ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 今の糸とかと比べると、うん、なんか粉っぽいというか、うん、そうね、量が要するにそう、イボの糸の2倍入ってるわけよ。で250円だから298円だから忘れたけど、そのぐらいなのね。うん、なのでコスパすげえいいと思いますよ。うん、なんだろう、そんなにって感じだよね、ほんとね。普通に美味しいですね。うん、いや、まあ美味しい、多分山さん、まあこの山さんのそうめん専科は美味しいのは間違いないです、はい、そうめん用のちゃんとね、うん、山さんはすごいですね。これは山さんの力ちょっと多分でかい気はする。普通のめんつゆでちょっと薄めてみたいな感じやったらもしかしたらもうちょっとあれかもしれないけど、ネットで言ってる人はめんつゆがまずかったじゃないですか。まあそれもあるんだけどな、まあ、そうめん専科わざわざ使ってない可能性はあるから、そのままっても特に何も感じなかったんで、うん、うん、いやうん、俺期待外れですね。全然取りたいリアクションじゃない、はい、これに対してまずみたいなことは言えんもん、少なくとも。うん、予想外だったな、予想外だったな、これは。なので皆さんそんなに失敗なものではないので、遠慮なく買っていいと思いますよ、トップバリュー、これ。うん、全然。ちなみにですね、一応ね、ごま油も用意したんですよ。そうめん実はね、ごま油があるんですね。ちょっと入れる、あんま入れすぎちゃダメなんだけど、すごいいぶかしげな顔されてる気がするけど、うん、このうん、ちょっと入れてみて、入れすぎないようにすればいいだけなんで。やっぱゴミは、ごま油だね。ごま油やっぱ全然いくね。これはごま油大正解ですね。うん、全然違う、全然美味しくなる、うん、違うでしょ。これ邪道ですね。邪道だけど、うん、だけどだって普通に油入れないからさ、普通に考えて。でも美味しいでしょ、こっちの方が、うん、こっちの方がって言うと好みの話になっちゃうから、中華感の、まあちょっとそう、和風のものを食ってる感じではなくなんだけど、はい、そうだけど、美味しさっていう意味ではやっぱごま油美味しいですね。うんうんうん、なのでトップバリューこれ買ってめんつゆで食べてちょっとやっぱきついかなって思ったらごま油ちょっと足してみてください、小さじ1杯ぐらい。うん、全然美味しいです。うん。
いや、あの、俺だけがとか、ジョバンニだけが言ってるんだったら、その味覚の違いの話になるんだけど、少なくとも多分、今、俺とジョバンニが感じているこのそうめんに関する味に関しては、多分共通認識で合ってると思います。うん。まずくない。これはまずくはないよっていう、でもまた食べたいとは思わないですね。ダメじゃないそれ。それはダメなんじゃないの、わかんないけど、うん、悪魔の薬味使いたかったけどもうないよ、もうそうめんもないもんこれ、いつか、うん、確かにヘルシーさがないですね。ああ、なるほどね。ちょっとじゃあ、あれだな、ご飯温めて、そん、結構なんかガッツリいったから、ご飯1個だけ温めて、ちょっとトップバリューカレーを。食べてるとだんだんもういいかなってなってくる。ヤバさのパワーが効いてるのに、うん、秋は早いかもね、確かに、うん、すげえ食いたいものって言われるとそうではないな、確かだから、うん、そうだね、値段には見合ってる、見合ってるというか、まあまあそうね、そういう意味ではね。よいしょ、あれ、こういうどこ、あー、これだった。俺はね、温めるときはね、もうフライパンで温めます。すぐ温まるからね。これでさあ次、ちょトップバリューのカレーです。具がほとんど序盤にって書いてある気がする。さあ、なんかね、俺多分ね、そうめんよりこっちの方がやばい気がするんだけどね、イメージ的には。うん、トップバリューのカレーでございます。うん、多分ね、うん、イメージ的には。うん、ちょいただきたいと思います。中辛でしたっけ。中辛ですね。うん、いただきます。
中辛でしたっけ甘口じゃない あれそんなことない。でも中辛だったな、間違いない。こっちの方がやばいよね。さっきコメントに書いてあった通り、うん、カレーでまずいのはもう薄いっていう書いてあったんですけど、うん、まんまその通りですね。薄いあのね、コクがないのなんかね、味が、いや薄いっていうのかな、なんつうんだろうね、うん、米と合わない最悪じゃん。それは最悪だね。米と合わないカレーって、存在意義はやばいね。米と合わせることによってもっと薄くなってる、ね、これはちょっとね、もうやるしかない。俺はあれをやっぱり用意しといてよかった。正解だった。必殺バターです。どうするんですか。混ぜてください。もうこれしかない。こいつに味をつけるにはもうこれしかない。ルーだけ食べると味がしない気がするうん、うん、頑張れバター。うん、いいバター風味な感じになりましたね。うん、うん、なんか、うん、あれ？これそうめん全然平気なんだけど、カレーがやばいな。カレーがやばいな。うん、若干だけオイスターソース入れてみよう。オイスターソースはね、入れすぎると死ぬんで。バターを入れたことによって、うん、余計美味しくなくなってる気が。あのね、こんなにバターに合わないと思わなかった。全然なんか、あの、うん、味がごっちゃごちゃになったこんなにバターを消されると思わなかったですね。なんだこいつは。うん、これダメだな。ね、スパイスがゼロなんですよ。うん、中辛の辛の部分が存在しないの、ね、全く刺激が下に来ない。うん、まあ、味も来ないんですけど、今スパイスという存在がね、はい、うん、ねマキシマムかければなんとかなるかな、うん、ぐらいかな。うん、あの、うん、とてもひどいこと言うなら、うん、泥水俺は泥水まで言わんけど、でも、うん、まあでも本当にスキー場とかその業務用のカレー、うん、業務用のカレーよりまずいんだ。業務用のカレーはまだビーフしてるんで、これダメだね。これ何カレーですかね。しかも一応普通のビーフカレーですね。ビーフカレービーフって書いてあったっけな。あれだ、あれすり切った、うん、いやーこれはちょっと、うん、そうめんは平気です。鼻がおかしくなってなければ、うん、無臭バター入れてんのにな。バター消されてるってどういうことやねん。
無臭スパイスではないもんね、明らかにね。うん、スパイスって入ってんのかなみたいな感じ。なんかカレーソースですらないかな、まあ、なんでしょうねこれは。うんそうめん、そうめんは平気です、大丈夫です。うん、これやばいわ、カレーの方がやばいわ、カレーやばいな、これは。うんこれは二度と買わないかな。これを、わかんない、これを元にして何かを作るとかだったらワンチャン。うん、これをどう美味しく調理するかみたいな。うん、もう調理されてる、そこにカレーあるじゃないですか。 あ、本当に美味しいカレーはあるよ。あ、そのものですか。うん、これはもう、あの、もしもの時のために一応買っといたやつだから、はい、食べたいなら、食べれるならやる。いや、もう大丈夫、もう無理だよね、お腹結構いっぱいあるんだよね、俺も。一応あの、ここに副菜があるので、もしよかったら。まとこんだけですけどいや、別に野菜だから、別にそれ。うん、あとほうれん草のごま和えね。フォークですくって口に持ってきた一口目まではカレーなんですよ。うん、それ以上は、それ以降も米何もない、はい。うん、味の深さが全く存在しないカレーって初めて食べたかもしれない。どうやって作ってるでしょ。ん、どうやって作ってるでしょ作ってんのはわかんない、大量生産なんじゃないの。うん、薄くしてもこうはならない気がするんですけどね。うん、なんだろうな、中辛って、ね、いやなんだろうな、本当になんかカレーなんだと思うんだけど、トップバリアのルーを買ってみてください、同じ味がします。あー、なるほどね、ルーがダメなのか。うん、長谷園が作ってんの相当あれなんだろうね、要するに予算を下げた状態で作ってるはずよ。原材料が安くないと、うん、ルー当時78円、激安だな、激安すぎんだろ。うん、やっぱ谷だから、長谷園でもやっぱり値段にはかなわないってことだな、こんだけ安いと。うん、これいくらだっけな。うん、いやー、あ、うん、直に煮詰めたから逆に香りが飛んだっていうか、煮詰めてる段階でそんなに香り強くなかったもんね。まあそうです、まだ、うん、まだ無臭なんで普通にカレーやったら今結構カレーのね、匂いが充満してるはずなんだけど、カレーの肥料を引いてキュウリも美味しくなったんですよ。もうダメじゃん、やられちゃってんじゃん。うん、なんかこうそうめんがさ大丈夫だったがためにさ、カレーの評判が今ダダ落ちですね。うん、そうめんは普通に食べれたんですよ。うん、だから今、そうだね、俺の感想、まあ、ジョバンニの感想としてもそうだけど、トップバリューのそうめんは大丈夫だけど、カレーはやめておけ。うん、こ、うん、坊やたつさんがもう、ずっとじゃん本当にそのカレー嫌なんだなみたいなのがすごい伝わるもんね、コメントでね。俺もさ、あんまりさ、
あんまり否定はしたくないわけですよ。言うてご飯ね、いろいろ作るしさ、うん、まずい時はまずいの作ったりもするしさ、自分の中でね。だけど、これを、まあ、これにどう味をつけるかってなった場合は、なんだろうな、カレーうどんのその元として使って、カレーうどんはその出汁入れたりするから、ちょっと牛乳入れたりしたりとか、だからそれでカレーうどん用のちょっとめんつゆも足すけどのやつにするとか、だったらいけるかな。ご飯と一緒に食う用はちょっとなって感じだな。トップバリューのそうウイスキーもまずいらしいっていうのを聞いて、ウイスキーも買ってこようと思ったんだけど、なんか見つからなかったんだよね。見つからなかったですね、うん、高いのしかなかったです。そうだからあねえなと思って買ってこなかったんだよね、そう。ウイスキーはそもそもウイスキーじゃないのよね。ウイスキーじゃないって何？あ、ウイスキーのまずさはすごいよ。美味しくないウイスキーが、まあ、これもカレーじゃなかったですけど、これもカレーじゃなかった。あ、まあ、カレーじゃなかったからか。そうか、ウイスキー風の何かってことか。コーヒーもまずいの、まあ、まずいものが、まあ、安いからまあ、しょうがない部分はあるけど、ウイスキーやるんだったら、コルリクさんを呼んで、スタジオにね、利き酒みたいなので、何種類か用意して、やるしかないよね。味方さんにもらった、あれ、なんだっけ、ブランデーじゃなくて、あれもあるし。売ってたかな。でもほらなんかさ、何よくさ、そのロシアの人のさ、そういうヨタ話でさ、もう酒がなくなってさ、本当になんかメチルアルコールとかさ、なんかもうアルコールだったら何でもいいみたいなさ、それで飲むみたいな、そうあるじゃん。そうなんか、もうアルコールがねえからアルコールをとにかく飲みてえっつって、なんでキュウリの方が辛いんですかね。スパイシーキュウリだから、キュウリの方が辛いっていう、キュウリの方がカレーより辛い、そんなことってある？でも中辛でしたよ、でも中辛ってさ、元からそんなに辛くなくない？あ、わかんない、場所によるとか、場所によるか、はい、場所っていうか南辛、俺はやっぱ辛口が好きな人だから、そもそもカレーはね、だから中辛は辛くないんですよ、そうで、ただ秋葉のスタジオの時に小木さんのお弁当として出前ウーバーイーツして、近くの中辛っつって頼むと、小木さんにカレーっつって言われてカレーよこれっつっていやいや中辛で頼んだから辛くないはずだよそれはっつって、辛いってみたいな、いや辛くないってつってそう言い合いになったことがある。で実際食べたら辛かった。あ、カレーはごめんつって。わなんかジョバンニはごちそうさまでしたしてる。そうめん美味しかったです。そうめんはこれだったら別に大丈夫。もう二度とカレー食べたくないです。カレーはダメですね。
カレー間違いない。うん。チーカワカレーぐらいしかこう。ああ、チーカワカレーの10倍だっけな。あれが7月11日発売っていうことで、続調が食べたいっつって、スタジオで食べたいっつってから。死にますよ。10倍は普通に辛いよ。やばいっす、ね。俺もカレー、子供の頃じゃねえや。若い頃にリーのさ、10倍よく食べてたけど、はい。うん。よく食べてたから食べれたけど、慣れてって。10倍ってこのカレー出しましょう。え10倍ってこのカレー出しまし即調にこれ出すんだこれきついな。うん、ちいかわのカレーあれでもな、そうグッズさ、あれ10枚さカードがシールが入ってるって言ってたから、普通に買えねえんじゃねえかなと思ってな。うん、続調辛いのいけんのかな、どうだろう、分からん。なんなら箱で送って買えるか分かんねえなと思って、で俺なんか7月11日発売とか忘れてそうだし。うん、そう、ちいかわ、ちいかわだってすごいじゃん、大人気が、大人気っぷりが。うん、ちいかわ、そういえばそうだね、続調ちいかわの誰推しかはちょっと俺も分からんね。うさぎじゃない、うさぎなのかな。いやもう何でもよ、ちいかわものだったら何でも転売されてるからね、今。それ考えると、どう転売されるかもわかんねえみたいな。絶対発売したら転売のメルカリにいっぱい出ると思うけどね、あれね。ほんと腹立つわ、転売や。せどり講座みたいな。なんだよ、せどりセミナーって。せどりとか言うな、お前、転売だ。お腹が痛くなってきたそうです。序盤に。どれでだろうね。まあ、気持ち的にはカレー。気持ち的にはカレーにやられた。そうめんではないと思うよ、多分。カレーも悪い素材を使ってそうな感じはしないですよね。ん？カレーも悪い素材を使ってそうな感じしないですよね。まあ、明らかにいい。はい、味がないだけで。そう。うん、単純にそう、味の問題だと思う、それは。うん、ごちそうさまでした。うん、いやー、なんだろう、まあでもそうめんが大丈夫だったから、まあそれはあれかな、なんつうか、ちょっと安心っていうか、まあ、カレーに関してはもう無理だけど、うん、カレーはダメでしたね。カレーがダメだったら何回も言うけど、マジかよって感じだったな、ちょっと、これはちょっと予想外でしたね。まあ、安いカレーだから、そもそも期待はしてなかったんだけど、少なくとも今まで食べた安いカレーの中で一番ダメでしたね。ダメでしたね。これは。間違いなく。温めなくてもいいカレーをいただいたんですけど。温めなくてもいいカレー？あの、被災とか用。ああ、あるね。あれ普通に美味しいんで。ああ、はいはい。どうなってるのかな。被災地じゃねえや、被災のあれとかで、その、まあ、レスキュー用みたいな、そういうのって、やっぱり、ちゃんとしたものじゃないと、出せないじゃないけど、ってあると思うよ。これちゃんとしないみたいに。これに関しては、あれかもしれない。うん。90円か、これ。これ値段ちょっと、あれだったわ。確認してなかったな、あれで。レシートで確認してた。いやー、これは、逆にあれだな。あれ。そうめんだけだったら、あれ？平気じゃん？って
ていうので終わるとこだったわ。珍味を食べた。珍味言われとるで、カレーなのに。すごいなぁ。いやー、はい、ちょうどね、この間行ってきたので、トップバリューイオンに行ってきたので、24時間やってる小田原のね、この間モッチーのそのうなぎ食べた時に車をさ出したからさ、あ、帰りに寄れるじゃんと思って、でトップバリュー行ってきて、夜だったから店内が暗いな、薄暗いなみたいな、完全に暗いわけじゃないんだけどさ、本当に微妙なちょっと暗くしてる感じがすごく購買意欲を誘わなかったあのイオンなんだけど、夜だとやっぱなんだろう、本当になんか肉とかが普通のね、普通のお肉なんだけど、なんか美味しく見えないのよね。やっぱ照明の効果って本当にすごいなと思いましたね。そう、あ、ニコニコないです。はい。今週というか、ね、今週中に再構築できるのかね。そう、ニコニコはないので、今週はね。来週からニコニコがもう一回開けれるかどうか。ちょっとわかんないですけど。はい。ニコニコは開くから、みたいな感じにはなってない。まあ、とはいえもう言うてこの時間なんで終わりますけれども。はい。果たして来週はじゃあ何？来週ないよかな。来週なんかある？もやカレー。もやカレーはさ、もやんカレーじゃん。なので、モーヤンカレーを俺は作れないので、なかなかちょっと厳しいね。来週って今日は10夏っぽい何か。夏っぽい？スイカ？エビ。エビって夏っぽいの？バーベキューっぽくないですか？あ、バーベキューか。エビフライなの？それとも焼くやつ、鉄板で焼く？焼くエビですかね。まあ、それだったらまあ、何、ホットプレートがあるから、ホットプレートでなんか好きなの焼くみたいにする？スーパー行って、あれ昔なんかエビせんべい作りましたっけ？エビせんべいは作ってなくない？もらったのはあるけど、まあ、生きてたエビ？生きてたエビ。え、何それ？いや、わらの中に入ってたエビもらったじゃない。あ、藁の中に入ったエビあったね。あれ生きてたね。あれってどう料理したんだっけな。あれ覚えてねえな。あれって放送で料理してなくない？なんかもらって俺家で食べた気がするんだよ。でかい。そうです。確かそうだよね。普通にあの時は別になんかもらったやつ調理してどうこうとかやってなかったから。ブラック大会だし。まあエビか。ちょっと漁港行ってなんかいいエビあるっつって言って、あー、お湯がなくなった。お茶が入れられない。よいしょ。ちょっと分かる。エビかもしれません。なんか海鮮の何かを焼くことになると思います。来週の木曜日なんで20日ですね。はい、20日の、木曜日は多分、そうですね、20日なんか海鮮でなんか焼く、もし、食べたい方いたらスタジオに来てください。はい、多分2人で食べきれないような気がする。アゼルさん、馬娘しに行きます。アゼルさん木曜日ダメだったね。月曜日だったらいけますけどみたいな。来れる方いたら、限定2名だったら来てください。さあ、ということで終わります。20時からライズオブザローニンですので、よろしくお願いいたします。
それでは、結論、トップバリューのそうめんはまずくない、だがカレーは勘弁な。ごちそうさまでした。